皆さんこんにちは。2023年もあと数日ですね。なんだか年末って時間が経つのが本当に早くて、あっという間に新年がやってきそうです。今回の動画が今年最後の動画となりますが、今年も1年皆さんの温かいコメントや応援のおかげで私も楽しく動画を作ることができました。本当にありがとうございます。今年最後の動画はネイル用品の大掃除ということで、先日ダイソーに行った時に100円で販売されているネイル収納に良さそうなケースを見つけたので、今回はそちらをご紹介します。セルフネイルをしていると結構ネイル用品も増えてきて、収納に困っている方も多いと思います。ネイル収納の参考にぜひ動画の方最後までご覧ください。それではどうぞ。こちらが先日ダイソーで見つけた収納ケースです。こんな感じで2段の引き出しになってるんですけど、アクセサリー引き出し収納ケース2段っていうものです。でこれは税込み110円で販売されてるんです。これ100円っていいですよね。今まではこういうちょっと浅型の引き出しのケースはこのような3段のものを使ってたんです。でこの3段引き出しケース税込み220円で販売されています。これもすごくいいんです。3段のこの200円の引き出しケースはこういうネイル工房とかの小さいコンテナタイプのものが本当にシンデレラフィットで、こうやってぴったり入るんです。このコンテナジェルは本当にぴったりサイズで20個入るんですよ。そうだからこれはこれですごく使いやすいんですよ、この200円のケースも。なんですが100均シリーズのこのコンテナタイプってキャンドゥもセリアもちょっと大きめなんですよね。高さとかサイズが、高さと大きさもこんな感じでちょっと大きめで、このセリアのも大きめですよね。セリアのアイシングジェル、この200円で販売されてるこの3段ケースのやつ、実はこの一番下をこうやってギリギリ入るんです。高さもこんな感じギリギリスレスレで入るんです。一番上ここはなぜか入んないんですよ。あ、入った、これは入る。キャンドゥが入んないのかなね、ほら2段目も入んなかったかな。ギリギリ、うん、ギリギリ。ちょっと深さのあるちょうど良さそうな引き出しがあったのでちょっと買ってみました。したらねすごいちょうど良かったんですよ。こんな感じでもうすんなりね、スレスレ感がないしちょうどいいと思って、あんまりギリギリすぎると色見本とかでちょっとカボションとかでつけたりすると確実に先ほどのは入んないんですけど、これだと入るんです。キャンドゥのコンテナもぴったり入りますね。こういう感じで高さの余裕もあるから、さっきのだと本当にギリギリだからこっちの方がいいんじゃないかなと思って、私はこの100円の2段ケースにこのコンテナタイプを収納しようかなと思います。セリアのアイシングジェルとかこういう粘土ジェルのこのケースもね、すんなり入る100均のコンテナジェルの収納にすごいおすすめです。だから全部で9個入るんで、セリアから出てるこのアイシングジェルがちょうど9個なんですよね。クリアとカラーとあとラメ、あと粘土ジェルを入れるとちょうど9個だからね、ぴったりと思ってね、ここはまだ余裕があるんですけど、だから100均のコンテナタイプはこれがいいんじゃないかなと思っておすすめです。ちなみに今こちらのサイズ100円なんですけど、これのちょうど倍のサイズね、こんな感じでちょうど倍のサイズが税込み220円でちょっとワイドなサイズのものもありましたね。これはアクセサリー引き出し収納ケース2段ね、こんな感じでちょっとバーコードのこの200円のタイプ、なんかこれはこれで増えてきた時にこっちに入れ替えてもいいし、ヤスリとかちょっと入れといてもいいかなと思って一応買っときました。こんな感じでちょっと長物とかも入るからこれはこれで使えそう、ね、こういう感じでね、ストックしておこうかな。以前こちらの動画の方で詳しくご紹介しているんですが、重なる透明収納ケース、これももう何度も追加で買ってます。もうこれもすっごくおすすめです。これはもう皆さんご存知かと思いますが、100均のジェルネイルボトルが本当にぴったりです。こういう感じでもうセリアもダイソーもあとキャンドゥ、
こんな感じでもうぴったりと入るのですごくおすすめです。こちらは以前この動画でご紹介したんですが、ニトリの収納ケースです。詳しくはそちらの動画でチェックしてみてください。ジェルネイルボトルの収納にぴったりな高さなんですが、ちょっと今回入れ替えてですね、こちらこんな感じで収納しました。100均のネイルシールとかこういうパーツですね、これ私このままパッケージごと取ってあるんです。このまま収納できるのないかなと思ったら、ちょうどこれが2つに分けて入れるとぴったりだったので、あ、これ収納しようと思って、こういうねパーツとかこういうものがガーって入ってます。こうやって探しやすいようにこうやって立てて収納したいなと思ってたので、このニトリのこのケースもぴったりでした。キャンドゥとかで売っているこういうパーツ系ですね、これも私全部パッケージごと収納しているものもあるので結構かさばってたんですが、ニトリの収納ケースだとこうやって結構大容量に入るのでね、ぴったりと思って今回こちらに収納しました。こんな感じで収納しました。100円のケースにジェルネイルボトルを入れています。こちらの3段ケースにはこのコンテナタイプのジェルを入れて、あとこういうラメ系のこういうケースも入りますね。こういう感じでこういうのもぴったりと入るので、これもおすすめ。今回のこちらの100円の引き出しもこんな感じで100均のコンテナジェルを入れて、こちらの200円のワイドなタイプにはヤスリのストックと、あとポリジェルもちょっと収納に困ってたのでここにポリジェルを収納しました。でニトリのケースにはこんな感じで、こういう感じでパーツとかシールとかもここに入っています。はい、こんな感じで綺麗に片付けることができました。やっぱりどうしてもセルフネイルをしていると結構ネイル用品がどんどん増えてきて収納に困っている方も多いと思いますので、今回の動画が少しでも参考になったら嬉しいです。ということで今回の動画が今年最後の動画となりますが、本当に皆様いつもネイルライフの動画をご覧いただき、温かいコメントや応援本当にありがとうございます。来年もセルフネイルをもっともっと楽しめるような動画をたくさん作っていきたいなと思っていますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。あと、インスタグラムのストーリーズでもお知らせしていますが、プチプラやネイルタウンで福袋を購入しました。なので、新年の動画でまた開封レビューをしたいなと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。それでは、良いお年をお迎えください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。